改修中の道庁赤レンガ庁舎に隣接する見学施設で起きた火災について道は問題点を整理し公表しました。先月3日、道庁赤レンガ庁舎の隣で建設中だった見学施設が火事になり、消防などが原因を調べています。この火事について今日道は施設で電源が入ったままのパソコンがあったことや展示モニターなどの電源を切る担当者が曖昧だったなどの問題点があったと明らかにしました。道は今後は管理者を明確にし、施設にカメラを設置して24時間監視するなどの対策を取る方針です。